マサッチオ、マサッチオ、または、マザッチオ、1401年、12月21日から1428年、は、ルネサンス初期のイタリア人画家。フィレンツェ共和国のサンジョバンニ・バルダルの生まれで、本名は、トンマーズ・オディセル、ジョバンニ・ディ・モーネカッサーイ、トンマーズ・オディ・アイ、セア・ジョバンニ・ディ・アイ、モネカサー。ジョルジョ・バザーリの画家、彫刻家、建築家列でによれば、 まるで生きているかのように人物とその体の動きを再現する能力と自然な三次元描写能力からマサッチオが当時最高の画家であったとされている。マサッチオという愛称は本名のトンマーゾ、トンマーゾの短縮形、マーゾ、マソから来ており、不格好あるいはだらしない男を意味する。このような愛称が付けられたのはマサッチオの死ではないかとも言われている画家の名前も トン・マーゾ、ディ・クリストフォー・ロフィーニであり、同じく短縮系のマーゾから来た小さな男を意味するマソリーノと呼ばれていたことと区別するためと考えられている。マサッチオは短命な画家だったが、他の芸術家たちに多大な影響を与えた。マソリーノの画風が中世、ゴシック風を色濃く止めるのに対し、マサッチオの画風は現実的な人物表現や空間把握、 人物の自然な感情の表現など、初期ルネサンスの画風を確信した。作品に最初に投資図法を使用した最初の画家の一人であり、絵画に消失点などの概念を導入した最初の画家だった。それまでの芸術で主流だった国際ゴシック様式のイタリア人画家ジェンティーレ・ダ・ファブリアーノたちが描いていた複雑で装飾的な表現ではなく、遠近法や、 キアロスクールなどを用いることによって、より自然で、写実的な絵画を描いた。マサッチオは、ジョバンニリシモーネ・カッサー・アイト、ヤーコッパ・ディ・マルティノッツオの息子として、カステルさん、ジョバンニ・ディアル・トゥーラで生まれた。この生誕地は、現在のイタリア・トスカーナ州アレッツォ県ン,ン・ジョバンニ、バルダルノにあたる。父・ジョバンニは、交渉人で、母・ヤーコッパは、フィレンツェ南部、 バルベリーのディムジェの宿屋の娘だった。仮名のカッサーイは、父方の祖父シモーネと王子ロレンツォが家具職人、キャズあるいはカザーだったことによる。父ジョバンには、マサッチが5歳の1406年に死去した。同じ年に、弟ジョバンに、1406年から1486年が生まれており、後に、ロースケッチャ、破片という愛称で呼ばれる画家になっている。 1412年に母やアコパは、年上の薬剤師フェオと再婚し、フェオの連れ子が後にカステルさん、ジョバンニ出身の画家マリオットディ・クリストファーの、1393年から1457年、と結婚したと、異記録が残っている。マサッチオが正式に絵画の修行を積んだという記録は、残っていない。バザーリの著作、画家、彫刻家、 建築家列伝の第二版には、マソリーノがマサッチョの死だったことをほのめかす記述がある。しかしながらマサッチョの最初期の作品として知られる、サンジョベノアレ三連祭壇画は、マソリーノの作風とは、全く異なっており、二人が、指定関係にあったとするのは、無理があるとするビシアが多い。現代の研究者たちは他にも、マリオット・ディ・クリストファーの、ビッキ・ディ・ロレンツォ、ニッコロ・ディラポなど、 以前にマサッチオの死ではないかと考えられた画家だの、誰のもとでも修行はしていないと考えている。近年の研究では、マサッチオは、画家ではなく、装飾者本作家としての修行をしていたのではないかと、する見解もある。ルネサンス期の画家たちは、通常12歳くらいから、師匠、マスターについて、徒弟として修行した。 マサッチオもフィレンツェに住居を移したのは修行のためだと考えられているが、当時の記録は残っていない。マサッチオの名前が初めて、フィレンツェの文書に現れるのは1422年1月7日の記録で、すでに一人前の画家として、画家ギルド・ザーテで、メドシースピーナライの一員になってからのことだった。マサッチオの最初期の作品であると考えられているのは、 サンジョベナーレ三連祭壇が1422年と聖アンナと聖母子1424年頃ウフィチ美術館所蔵である。サンジョベナーレ三連祭壇がはマサッチョウの故郷に近いカッシアディレッジェロのサンジョベナーレ教会で1961年になってから発見された。この作品の中央パネルには天使と聖母子、左翼パネルには聖バルトロマイと 聖ブラシウス、右翼パネルには、聖ジョベナーレと聖アントニオスがそれぞれ描かれている。サンジョベナーレ三連祭団画の保存状態は悪く、オリジナルの枠組みは失われ、さらに画肌表面は摩耗してしまっている。このような保存状態ではあるものの、マサッチオが深い関心を寄せていた13世紀から14世紀のイタリア人画家ジョットが追求した三次元的描画の再現を、 ふくよかな人物描写や短縮遠近法から見て撮ることができる。聖アンナと聖母子は年長で当時巧妙な画家だったマソリーノ1383年1384年から1436年頃との最初の共同制作作品と言われている。この二人が共同制作を行った理由ははっきりしていないがマソリーノが年長だったことからマサッチをお引していた。 可能性がある。しかしながら、聖アンナと聖母子では、マソリーノが聖アンナと背後の天使を描き、マサッチオがより重要なモチーフである聖母子を描いていることから、この作品の主導権はマサッチオにあったと考えられている。マサッチオは、フィレンツェでジョットの作品を学ぶ機会があり、建築家、フィリッポブルネレスキ、彫刻家ドナテロラとの地遇を得た。 ジョルジョ・バザーリの画家、彫刻家、建築家列伝によれば、マサッチオは1423年にマソリーノと共に、ローマを訪れて以来、ピサのカルメル修道院の祭壇画に見られるように、それまでの絵画様式である、ゴシック様式、ビサンティン様式の影響から解放されたとしている。現存するマサッチオの作品数点に見られる古代、キリシア・ローマ美術からの影響も、 おそらくこの時のローマ訪問が契機となっている。マサッチオとマソリーノの共同作品としては、ミケランジェロラのドローイングによって、現代に伝わる、当時のイタリアの祭り、サグラを描い、フィレンツェのサンタマリアデルカルミネ教会のフレスコが、1422年4月19日があった。しかしこのフレスコが16世紀末に、教会の回廊が改築された時に、取り壊されてしまった。 腕のいい巧妙な二人組、デュオ・プレイ・シーソ・イーノとと言われていたマサッチオとマソリーノは1424年に富裕な権力者フェリーチェ・ブランカッチからフィレンツェのサンタマリアデル・カルミネ大聖堂のブランカッチ、礼拝堂内部に一連のフレスコ装飾画を描く依頼を受けた。特に礼拝堂左右壁面それぞれに上下二段に配置された聖ペテロ紙面の構成は 見かけの素朴さを裏切って巧妙な方法で統合されており、このフレスコ画がマソリーノをはじめとする複数の制作者による作品であることを完全に忘れさせる。礼拝堂の絵画制作は1425年頃から始められたが、絵画完成前に二人ともこの仕事を放棄してしまっている。二人が放棄した理由は伝わっておらず。 最終的にこれらのフレスコ画は1480年代になってからフィリッポリッピが完成させた。これらのフレスコ画に描かれているモチーフはあまり一般的な題材ではない。フレスコ画の大部分には聖ペトロの生涯が2場面にわたって描かれており、入り口の両側には誘惑され、楽園から追放されるアダムとイブが描かれている。一連のフレスコ画は人間の罪合と 初代ローマ教皇ペトロによる救済を意味している。マサッチオの画面構成には、ジョットの影響が見られる。人物は大きく重量感を持って、力強く描かれ、内なる感情はその表情や仕草で表現されており、非常に自然な印象を与える絵画に仕上がっている。しかしながら、ジョットとの相違点として、マサッチオは一点透視図法、空気遠近法、一定方向から指す光源。 キアロスクーロなどの技法を導入しており、明確な輪郭線を描くことなく光や色合いで、対象の姿形を表現することに成功している。それまでの芸術家たちの絵画よりも一層説得力があり、間に迫った作品を描き出したのである。楽園追放は、天使に追い立てられて嘆き悲しみながら、エデンの園から追放されるアダムとイブを描いた作品である。 禁断の果実を食べて、恥という概念を認識したアガムが、両手で顔を覆い、イブが自身の体を隠している。このフレスコ画は、後年のミケランジェロにも多大な影響を及ぼしている。ブランカッチ礼拝堂にある、もう一つの著名なフレスコ画、蜜木の銭には新古典様式の典型も言える、表現でイエスと使徒が描かれている。美術師家たちが何度も指摘してきたように、 三次のゼには実際のブランカッチ礼拝堂の窓からの外交を計算に入れて描かれており、あたかも礼拝堂の窓から差し込む光を光源としているかのようにして人物の影が表現されている。このことは作品により一層の真実味を与えるだけでなく、マサッチ用の革新的な才能を証拠立てるものとなっている。1425年9月にマソリーノは ブランカッチ礼拝堂のフレスコ画制作を中止して、ハンガリーへと渡った。依頼主のフェリーチェ・ブランカッチとの金銭的不和によるもの、あるいはマサチューとの芸術的見解の相違によるものなどという推測もあるが、定説はない。他にも、マソリーノの礼拝堂、フレスコ画の制作放棄は開始当初から考えていたもので、一人でも依頼されたフレスコ画を仕上げられるまでに、 腕を上げたマサッチオとの共同政策に終止符を打つつもりだったという説もある。しかし1426年になってマサッチオも別の依頼に応えてブランカッチ礼拝堂フレスコが政策を放棄してしまった。この時マサッチオにもたらされた依頼はマソリーノに絵画制作を依頼したのと同じパトロンからのものだったと考えられている。この頃にはブランカッチ礼拝堂 フレスコ画のパトロンだったフェリーチェの財政状態が悪化し賃金の支払いも事欠くようになっていたために二人は別の仕事を探したとのではないかという推測もある。1427年にマサッチオはブランカッチ礼拝堂のフレスコ画制作に戻りテオフィルスの息子の蘇生と教座のペテロに着手したがまたしてもマサッチオはこの絵画の制作を途中で放棄している。 未完のままになっていた、テオフィルスの息子の蘇生と餃子のペテロには依頼主である、ブランカッチ一族の肖像画が描かれていたため、後にブランカッチ家と敵対していたメディチ家によって大きな損壊を受けることになった。そして、さらに50年以上が経ってから、フィリッポリッピが、テオフィルスの息子の蘇生と餃子のペテロを修復、完成させている。 マサッチオとマソリーノが描き上げたフレスコ画の中には、1771年の火事で消失してしまったものもあり、それら失われたフレスコ画の記録は、バザーリの著作に記されてのみである。消失を免れた作品も、売延で大部分が黒ずんでしまったが、近年になって、それら損壊した絵画を追っていた大理石の板が除去され、フレスコ画もオリジナルの状態に近く修復されていい。 マサッチオは1426年4月19日に80フローリンの契約でジュリアーノ・デ・コリーニョからピサのサンタ・マリア・デル・カルメネ教会に付属するコリーニョ一族の礼拝堂の多翼祭壇画制作を受け負った。現在、ピサの祭壇画と総称されている作品だが18世紀に礼拝堂から取り払われ祭壇画は分割されて各地へと散逸してしまった。多くの美術史が バザーリの著作の記述をもとにして、ピサの祭壇画のオリジナルの構成が、どのようなものであったのかの仮説を立てている。もともとは20枚以上のパネルで構成されていた、多翼祭壇画であったと考えられており、現在ではそのうち11枚のパネルのみが、世界各地の様々なコレクションに収蔵されている。各地に散逸した祭壇画のうち、マサッチオと弟のジョバンニ、 アンドレア・ディジュストの合作による聖母子が描かれている中央パネルがロンドンのナショナルギャラリーに所蔵されている。この聖母子と天使と呼ばれる作品の保存状態は極めて悪く、さらにオリジナルの状態よりもパネルのサイズが小さくなっており、おそらく左右は 8cm、上下は 2.5cm 程度切り落とされたと考えられている。聖母子と天使には 聖母子と四体の天使が描かれている。聖母マリアが中央に最も大きく描かれ、これはマリアがこの作品の主題であることを意味している。幼児イエスはマリアの膝に抱かれ、マリアが差し出しているイエスの生体、血液の症状たる赤ワインの元となるブドウを食べており、いずれ自身が処刑されるのを自覚していることを暗示していい。マリアは悲しげな顔でイエスを見つめ、 マリアもイエスの運命に気づいているかのように描写されている。ナポリの国立家ポディモンテ美術館が所蔵するピサの祭壇画の一部分、キリスト貼り付けはオリジナルの多翼祭壇画では聖母子と天使の上部に位置しており、このこともイエスの未来を強く暗示する構成となっている。聖母子と天使には伝統的な手法が採用されている。高価な金箔を貼った背景。 マリアの衣服に用いられている高価な顔料、ウルトラマリン、大きく描かれ重要な役割を与えられているマリアが中世末期の聖母子像の典型的な手法である。しかしながら、それまでの国際ゴシック様式の絵画作風とは異なり、マサッチオ独自の写実的表現で描かれている。イエスはそれまでの、例えば、ロレンツォモナコやジェンティレ・ダ・ファブリアーノが描いた用事、イエスに比べると、 非常に幼く表現されている。マサッチオは、ピサの祭壇画の制作時には、ブランカッチ礼拝堂のフレスコ画も同時に手がけていた。ため、ピサとフィレンツェを頻繁に行き来していた。この頃のピサでは彫刻家ドナテロが、ナポリへと送る、予定の、数奇教リナルド・ブランカッチのための記念碑を制作していた。このことから、 当時のマサッチオがドナテロの彫刻にヒントを得て、自身の絵画に写実性や遠近法を取り入れようと試みたのではないかという説がある。マサッチオは1427年頃にフィレンツェのドミニコ会を挟んだマリアノベッダ教会に生産味一体を制作する依頼を受けた。この生産味一体は三木の銭と並んでマサッチオの代表作と言われ、体系だった。 投資図法が導入された最初期の絵画であり、マサッチオは建築家、ブルネレスキの協力を得てこの作品を仕上げとされている。このフレスコ画の依頼主、教会への絵画権納者に関する当時の記録は残っていないが、レンチ家が生産民一体の依頼主であると考える美術師家が多い。また、近年の研究で生産民一体の真下にある墓がフィレンツェのサンタマリアノベ 田地区のベルティケの所有であることが判明している。ベルティケは生産未一体を長きにわたって信仰していた労働者階級の一族であり、生産未一体をモチーフとした絵画をマサッチオに依頼した可能性も高い。いずれにせよ、聖母、マリアの左側に描かれているのが絵画剣納者の男性で、福音書記者、ヨハネの右側に描かれているのが男性の妻であると考えられている。 14世紀後半から15世紀初頭の生産味一体を扱った絵画で、聖母、マリアや、先霊者ヨハネ、さらには、絵画剣能者が平地して描かれた作品は珍しく、墓と生産味一体を関連付けて描いた作品もほとんど、例がなかった。聖人とこの絵画の剣能者は、骸骨が横たえられた石棺の上に描かれている。骸骨の上の壁面には、過去の私は、 現在のあなたであり、現在の私は、未来のあなたである、イいをイいじいえエルチボちシエテえてケルシしエイチ、イオソノボイアンコされてという名が刻まれている。この骸骨は人間に死をもたらしたアダムを容易に連想させ、この作品を見る者に現世が、いかに儚い者出るかを認識させる役割を果たしている。生産未一体への信仰のみが死を乗り越えられるということを表現した絵画である。 その他にもこの絵画をめぐる複数の解釈が存在する。個人的な信仰心やイエスの死を祈祷している、昔ながらの伝統的な絵画であり、描かれている詳細なモチーフとこの作品が表現している偶意とは、説関係がないとする研究者も多い。アメリカの美術史家、メアリー・マッカーシーはこの作品について、極端なまでに、リズメに描かれた、このフレスコ画は、 あたかも哲学や数学の証明問題のようだとしている。マサッチオはローマのサンクレメンテ教会礼拝堂で聖カテリナの生涯を描くフレスコ画を制作していたマソリーノの元を訪れる以前にキリスト皇坦1427年から1428年絵画館ベルリンと現存していない受体告知の二作品を描いている。どちらの作品もマサッチオと 他者との共同制作であると確認されたことはない。その他、マソリーノがサンタマリア・マッチョーレ大聖堂の依頼で描き、現在はロンドンのナショナルギャラリーが所蔵する多翼祭談画の人物像のうち、聖ヒエロニムスと先霊者ヨハネはマサッチオの手によるものと考えられている。マサッチオは1428年にローマ教皇領で26歳の若さで溶接しており、 絵画史上に残る巨匠の中では最も短命の一人であったが、後のルネサンス絵画のあり方を決定づける、方法的モデルとなる作を残した。その意味で建築家、フィリッポブルネレスキ、彫刻家ドナテロと共に、ルネサンス美術そのものの創設者の一人であるとも、みなされている。バザーリは、すべてのフィレンツェの画家たちが、絵画における原則と法則を学び取るためにマッサッを、 のフレスコ画を徹底的に研究したとしている。マサッチオはそれまでの理想化されたゴシック絵画からイタリア絵画を決別させ、絵画に深みを与え現実的な表現と人文主義を作品に持ち込んだ最初の画家となった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。